国語の部ですねと違った少し固いお話をいたします。今私は日本童謡協会の第3代目の会長として仕事をしたいと思いますけど、第1代目の会長は詩人の佐藤八郎です。で第2代目が中田義直さん、陸の福丸、3代目が私なんですね。それで佐藤八郎さん初代会長の、ね、言葉3つあるんですね。佐藤八郎さんが常々おっしゃってたこと、まず美しい歌を作ろう、これに限ると。2番目はね、面白い歌を作ろうと、分かりますね。3番目、気持ちのいい歌を作ろう。なんて分かりやすいでしょう、佐藤八郎さんのことは。でちょっとね、固い内容の お話をしますけど、童謡を盛んにするためにね、どうしたらいいのか、まあ、私たち一生懸命頭を切れてるんですけども、童謡作家である詩人作曲家の権利を社会的に認知させ確立させること、それは皆さんの協力が必要なんですよね。だから私はかつて34年前に童謡の日っていうのを7月1日をね、童謡の日って提唱して、これはまあおかげさまで広まりました。なんで7月1日が童謡の日かっていうと、ちょうど大正7年の7月1日に児童文学者の鈴木美幸さんという人が赤い鳥というね、童謡の中心の雑誌を発行したんですよ。それが19年間も続いて日本の童謡のね、基礎を作った。お分かりでしょうか、鈴木美恵吉っていう名前を覚えてください。童謡の日、あ、大正7年頃童謡ってね、確かな詩人たち作曲家によって作られたんだって思いを馳せてください。それでですから1番目ね、ちょっと固い文章ですけど、童謡作家である詩人作曲家の権利を、まあ、これ日本童謡協会のことですけど、社会的に認知させ確立すること、まあ、徐々におかげさまで大きな協力者を得ています。から2番目、世界に誇るって言ってもいいんですけど、文化所作である童謡を日本の社会全体が継承する土壌を作ること、これもとても大事なんですね。自分たちばっかりいい歌なんだからやろうっていうんじゃなくて、皆さんのね協力、あの歌がいいから一人でも多くのね人にね歌うことを進めようとか、そういう協力が必要なんですね。それに値するね財産が日本の童謡だと思うんです。3番目、詩人がね、どういう詩人がその童謡運動に大正時代に参画したかってことをね、ずらずらずらっと言いますから、まあ、いっぺんで覚えられないですよか、ね、あと記憶の片隅に届けておいて、詩人はね、北原白秋、西条八十、野口雨情、三木露風、芥川龍之介、小川美音、みんな有名な方ですね。みんな素晴らしい童謡を書いてくださいました。作曲家どんな人がいたか、山田耕作、広田龍太郎、成田亀蔵、元海奈代、中山新平、草川氏、いろいろあるんですね、はい、そういうことで、日本童謡協会というのもね、まあ、何十年かの歩みを続けてまいりました。ちょうど今年はね、先ほども午後の会でも申し上げたんですけど、童謡誕生100年、2回目の、ね、お話になると思いますけども、鈴木美幸というね、詩人がですね、児童文学者が赤い鳥というね雑誌を、ね、発行してからちょうど今年が、100年目なんですよ。で来年は101年、また1年2年3年とね、日本人は童謡を大切に受け継いでいって、ね、どんな新しい歌が残っているか、ね、どんな新しい歌を、いや、どんな大切な歌をね、自分自身の日本人全体の財産として守っていくのかということ、それが問われているわけですね、はい、そういうことを全然ぜひ理解してご理解いただいて、次の項目に行きたいと思います。それじゃあ地球はひまわりからお願いいたします。